あの頃可愛い話し声を大きな声で聞く。 Go ahead and close the curtains, cause all we need is candlelight. In the house, in the house, in the house, in the house.吉尾ぶりどこです。こんばんは。本日は久しぶりの動画となってしまいました。最近仕事が忙しくてですね、朝6時7時8時ぐらいから夜はですね、まあ10時11時12時過ぎることもあります。3月末まではどうしてもこの生活が続きます。スターローンニュース、ムービーニュース、ナイブズアートレビュー、さまざま撮らなきゃいけないことがたくさんあるんですけれども、本日は久しぶりにサバゲー動画となります。サバゲー僕始めましたよね。でサバゲーを始めるにあたって、自分でやっぱりこう休みが平日だから、平日行けるサバゲーの仲間っていうものをサバゲルっていうホームページ、サバゲーをやろうっていうホームページから募集したところ、結構集まってきて、今ディスコードっていうアプリを使いながらさまざま会話して、まあサバゲーショップに行こうとかさ、今度いつ行こうっていうお話をしながらみんなと話してます。で先日も秋葉原で、まあ、高橋 B さんって方と、ハセピーさんって方と秋葉原に行って、41PX から始まるエアガンショップの旅っていうものをしてきました。そしてビールを1杯飲んで帰ってきて、2杯、3杯飲んだかな。まあ、飲んで帰ってきた後にですね、その中で話したこと、そうです。サバゲー仲間と話すことによって、サバゲーに対する散財の匂いがするってことなんですよ。やっぱり同じ趣味を持つ者と話してると、え、その商品はそんな良いところがあったの、それ俺も欲しいよってなってしまうのがやっぱり普通なことじゃない。で昨日早速ですね、ポチってしまったものがあるんです。それがこいつ、はい、ZTAC Z タックっていうものかな、 Z タックのコムタック2のヘッドセットです。ヘッドセットっていうものは何だかというと、まあサバゲーの時に作る、よくアメリカ軍ネイビーシリーズとか、まあ、海兵隊とかがさ、よく映画の中でここにヘッドホンをつけながら戦ってるシーンあるじゃないですか。あのヘッドホンっていうのは、俺全然知らない感じだと、まあ無線機に接続して無線から出るものを仲間と会話するためにただあるものだと思ったんですよ。そうじゃないんです。それだけじゃないんです。それを本日はご紹介させていただく、レビューとさせていただきたいと思います。まずは開封から行かせていただきますんで、どうぞ最後までチャンネル登録をして、みんなもう知ってる方いると思うんだけども、初心者がこのアイテムを見た時になぜ俺が惹かれたかっていうお話と一緒にですね、お話しさせていただく、はい、コムタック2のレビューとなりますんで、よろしくお願いいたします。では行きますよ。まずじゃあ実際に開封から取らさせていただきますね。はい、まずはですね、箱の外観、これ輸入版と正規、並行輸入品とですね、並行輸入品と、正規代理店版っていうのが、国内正規代理店版っていうのがあるんですよ。で僕の買ったのは国内の正規代理店が販売してるアマゾンからポチりました。で箱の色がまず違うってことがあるんだって。なので正規代理店で買うことによって、きちんとした買った後の保証が受けられるっていうことなんですよ。で箱も結構ちゃんとしたプラスチック製、樹脂製っていうのかな、これなんだけども、きちんとした箱にですね、ヘッドホンが入ってるわけですよ。ちょっと開けていきますね。片手なんでちょっと難しいですけども。で蓋はですね、厳重にこうパカッて開くと、はい、ここにヘッドホンが入っています。一応さっき開けて中身確認したんだけども、電池が単三電池2本ついてきますね。それはもうセットしてあります。これがコムタック2のヘッドセットで、コムタックっていうのは2、3、4といろいろあるんだけども、2よりも3の方が新しいじゃない。で3よりも4の方が新しいじゃないですか。で4は夏でもできるように耳の部分がくり抜かれた、まあちょっと涼しいバージョンっていうのは多分4、3か、コムタック2、3、4だと思うんだけども、コムタック3がさ後から出てるにもかかわらず、このコムタック2の方がすごいやっぱり人気が高いんですよね。でアマゾンでコムタック3も売ってたんだけども、このヘッドセット、コムタック3ね、だけども評価が結構低かったんで、その正規代理店の販売しているコムタック2のヘッドセットが欲しいと思って、この商品を、はい、購入させていただきました。こんな感じのヘッドホンですね。ではカメラ切り替えてこっちでいきます。まあオープンするとさ、箱の中にこれが入ってるんだけども、これは実際何に使うか、ただのヘッドホンなんですよ、こういう感じので。マイクがついていて、ここにマイクがついて、これでまあ会話をするんだよね。でこの先っぽのコードっていうものを、よくトランシーバーとかさ、
そういった、まあ、また iPhone に接続したり携帯電話に接続して会話するものもあるんですよ。それのアイテムって接続コードがいろいろ売ってるんだけども、なんとですね、俺がなんでこれを最初に、みんななんでそんなに最初にヘッドホンだけ買うのかなと思ったら、これすごい機能があるんです。なんとですね、このヘッドホンには周囲の音を増強して耳でよく聞こえるようにするっていうシステムが組み込まれてるの。それはトランシーバーやそういった機械、他のものを接続しなくてもこのヘッドホン単体だけで使えるっていうところがミソなんですよ。すごくない？単三電池2本付属してます。その単三電池2本を入れることによって周囲の音を聞く、そうです、敵の足音を聞く、隣の部屋のひそひそ声を聞く、あの頃可愛い話し声を大きな声で聞きたい、そう、このヘッドホンをつけることによって家の中にいながらも周りから襲ってくる敵からの攻撃を回避できる、そうです。世の中には敵が溢れているんです。サバゲーをするときも敵が溢れていますよね。このヘッドホンをすることによってそんな危険をも回避ができる。しかもこの先にトランシーバーをつけることによってサバゲーをしているときにも仲間と連絡を密に取りながら戦争ごっこができるっていうこと。俺はまあサバゲーに関してはさ、まあ形から入っていくんで、ガチの戦闘よりもこうアイテムとかそういうものを身につけて戦争ごっこをするっていう気持ちがやっぱり俺の中にあるものなんですよ。それが一番楽しい、はい、っていうことです。ではですね、早速装着していきます。まず大きさっていうものはここで変えられるんだけども、一応まあ Amazon に並行輸入品と正規代理店用の、見分け方っていうのが書いてあるんで、それは購入するときに自分でですねちょっと見てほしい。これ一応開くとここにですねマークがついてます。こういう、ロゴっていうのかな、正規代理 Z 税 の、 あのタグがついてるんで、これがきちんと書いてあるものっていうのはきちんとしたその正規代理店版の刻印だっていうことですね。なので並行輸入品はこれが切らないと取れなかったりするっていうらしいんですよ。で大きさの調整っていうのはここをただ単にこの針金の部分をですね引っ張ると下にビヨンって伸びるんですね。これで自分の頭顔に合った大きさサイズに調節していく、はい、両方とも今一番でかく、俺顔でかいからね、はい、あんまりでかすと壊れちゃったりしたら大変だからね、サイズを調節しながら。結構作りはしっかりしてますね。うん、はい、両方とも。ただこの針金とかは売ってるんで、もし壊れてしまったら交換することは多分できると思います。で実際にまあこういう風にさ、ちょっとこれはこう自由に動くのね、マイクはね。でこれを頭にこうかけるじゃないですか、この状態、はい、この状態がヘッドホンをつけてる状態なのね。ただこれでここにスイッチ、ここですね、ここにスイッチが、2個同時に押すと自分の声もしくは周囲の音を集音するっていう機能があるんだけども、これはもっとすごいこと。そうです、爆音とかから耳を守るっていうものがあるんですよ。例えば大きな音が鳴る、実銃の世界で、これレプリカ版なんだけども、実銃の世界でさ、銃を撃つとき、大砲を撃つとき、弾が飛んでくる爆発の音、そういったもので鼓膜が破けることもあるじゃないですか。それを守ってくれて大きい音でも聞きやすい音に変えてくれるっていうのがこのコムタック2ヘッドセット、海兵隊とかシールとか使っているヘッドセットの中でなのではあります、はい、では早速ですね、スイッチを、これスイッチはここのボタンを両方とも2個同時に押すことによって簡単に入るらしいんですよね、うん、ブーってなって音が入りました。で今ここのスイッチプラスとマイナスがあるんだけども、マイナスの部分に3つで、プラスの部分に3つ動くんですよ。だから大きさ上下3個まで音を変えれることができる。今これ最大にしてるんだけども、左の音と、これは右耳の音と左の音きちんと聞こえてますね。で周囲の音が聞こえる、例えばこういう、はい、でこうちょっと動かす音、自分の音がまるでヘッドホンで音楽を聴いてる時のように周囲の音が増幅されて聞こえてるっていうのが分かります。で例えばさーっていう音、はい、そういう音も聞こえて、しかもこのこれをトランシーバーにつけることによって会話をしながら周囲の音も聞き、これで通信をしながらサバゲーができるっていうアイテムなんですよ。めちゃめちゃ良くないですか。
これをつけることによって BB 弾が耳に当たるのも防げる、はい、しかしそこまで高くないアイテムなんですよ。気持ち盛り上がるじゃないですか。なのでこれをつけることによりサバゲーが一段と楽しくなるでしょうっていうことでございます、はい、それが本日紹介させていただくコムタックのですね、はい、ZTAC-Z タックのコムタック2ヘッドセットでございます、はい、コムタック2のヘッドセット本当にめちゃめちゃかっこいいでしょ。これ色がいい、いろんな色あると思うんですけども、本当にこうヘッドセットでさつけて、はい、音を聞く、周囲の音が聞きやすくサバゲーに持ってこい、しかも頑丈にできていて気持ちが上がるっていうアイテム、気持ちを上げて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 サバゲーに臨むっていう心がですね、普段から家にいながらサバゲーのことを考える、そうです、あの子たちサバゲーたちのことを考えるっていうことが一つこのサバゲルっていうものをですね楽しんでいく術だと思っています。はい、そんな感じのレビューで本日は終了させていただきたいと思います。サバゲーの動画ですね、まあ今度は26日に自分たちの仲間とですね、千葉県のバトルっていうところにサバゲーに行きます。で初めての屋外フィールドなんですね。めちゃめちゃ楽しみです。なのでもし、まあ、まだまだサバゲーやろうぜっていうホームページからサバゲーのその仲間ディスコードでお話できたりする仲間を募集中でございます。もちろん銃に触ったことない初心者からで玄人の方までプロの方まで、ただ条件があります。素人の方に優しく温かい気持ちで迎え入れてくれる、しかもそういった方がいてくれると、まあ、サバゲーやる方はおすみさんも言ったんだけども、みんないい人で喋りたがりが多いと、仲良くできると思うんです。同じ趣味を持つ同士、同じ趣味を持つ同士、もちろん一人でサバゲーに行っても楽しい、だけど仲間と和気あいあいとサバゲーをする以外でも楽しめる、同じ趣味の会話ってものができる仲間がどんどん増えていったら素晴らしいなと思って、で仲間が増えていくことによってサバゲフィールドを貸し切れたり飲み会をしたり、はい、いろんな話題でお話が進んでいけば、このサバゲーっていうものがですね、一つ大きな喜びとしてもっともっと大きい楽しみとして残ると思うんですね。そんなものを俺は目指しています。はい、そんな感じの本日はレビューとなりました。で一応映画の方もナイブスアウトって映画を見たレビューもしたいのと、あとは、まあ、タッチさんっていう方ですね、近々まあちょっとコラボレーションタッチのうちに行ってみようっていう、タッチのうちに行ってね撮影しようと思ってます。あとはまあスタロンニュースで、スタロンはマイケル・ベイっていう監督のもと、アクション変態監督ですね、あのもとでロー・スタローンがですね映画をするアクション映画の撮影も控えていて、サマルタンっていうスーパーヒーローものにも出るし、ロッキーセブンっていうものも控えています。そしてランボー、はい、6月に公開されますが、そのランボーに向けてのランボー会やそういったものを企画していきますんで、これからもよしお Vlog のチャンネルをですねぜひチャンネル登録した上でご視聴していただけるとですね嬉しいです。それではこのチャンネルが面白かったらチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いいたします。これからも頑張っていくんで、サバゲーに関わらず映画レビュー様々なことにチャレンジしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。 I'll be back. Candlelight, you and me, and a bottle of wine. I'm gonna hold you.